のりこ様の弟さんが再婚ということで記事になっていましたね。のりこ様の身の弟さんで、海ブネさんですが現在48歳で10歳年下の女性と再婚したようです。川島ネさんは2006年に結婚して2012年に離婚しています。川島ネさんといえばいろんな儀。 枠がありますよね。赤坂御用地に住んでいる。のではないかと言われたこともあるし、ヤフ。クシュッ出品の疑惑もありますね。それと過去には週刊誌に自身が所属する団体。広告塔として利用されているのではと言わ。出たことがありますね。100万円の寄付をし。てくれたら、のりこ様の弟さんと食事会をせ。 キングしますよというものですね。まあ相手が38歳の女性ということでその辺も考えたのかもしれませんがそれにしてもしば、楽は事実婚で正式な再婚はもが明けてからとか配慮しますよね。なぜも中再婚を強行したのでしよう。ちなみに、再婚相手の女性はランジェリープランド会 社の社長さんで学習院大学出身でしかも外務。省でも働いた経験があるようです。2012年にブランドを立ち上げてハンドメイドにこだわるブランドのようでファンも多いよ。うです。とにかく仕事に熱心だったみたいで。林やテレビ番組へも出演したことがある。うです。栗原直さんといって YouTube チャンネ、ね、ル。 るも運営されていて昨年ぐらいからチャンネル,ルを解説して登録者は855人でした。そこで驚いたのですが2020年9月に卵子凍結をしいるようです。42歳までは保管してくれるそうで1年更新でお金を払うようですがその様子を動画でもアップしていました。 すごい働く女性ってのが伝わってきますね。外務省に非常勤公務員として入省しましたが、すぐに辞めたようですね。大学在学中にも外、無償でアルバイトをして政治には興味があったようです。ただ自分が思っていた世界と、少し違ったようですね。それでランジェリーの世界に興味を持ってほ。 ただししたりの販売員になってそこから地震のブラ。運動を立ち上げたということでちゃんとその。世界のことについて中に入って勉強してか地震のプランドを立ち上げているんですね。自身のプランドを立ち上げるために資金集め。で銀座のクラブで働いたりもしたようです。まあ外務省に勤めていたこともあるから政治。 の話とかもついていけますからね。学習院大学も政治学科を卒業しているようです。そう。でで川島船さんと結婚した日も2月11日に結婚したよ。うです。なかなか仕事ばかりで出会いにも恵まれな。勝ったのですが家庭を持ちたいという気持ちは強。勝ったようで知人に紹介してもらったようです。 その相手が川島船さんですね。まあ2月11日。というのは紀元節で建国記念日ですね。初代。天皇の神武天皇が即位したと言われているの。室の記念日に結婚したわけです。まあ皇室の記念する日に結婚はわかりますが、川島船さんにとってみたらも中なんですけど。ね。 とにかく皇族の親戚になるということも、強く意識していたことは伝わってきますね。川島ネさんは実は離婚するときに娘さんを引き取っていて娘さんと暮らしています。2018年に女性自身は川島達彦さんに取材をしているのですがその時に、お孫さんのことも聞いていて川島ネさんは仕事が、 るから川島達彦さんと川島和代さんが面倒を見る。ともあったようです。区内庁関係者にも取材しているのですが川島。船さんとのりこ様は定期的にコミュニケー。ションは取られているようで、再婚について。も報告は受けられているということでした。やつばりも中という感覚が全くないんでしょうね。 まあ自分が夢中に結婚しているから反。対できないというのはあるかもしれませんが。批判の的が集中している時に結婚なのた。ガテープなニュースですからね。まあマコさんも結婚なのにネガテープなニュースで。したね。なかなか祝福されない結婚というのもこれ。だけ続くと珍しいですけどね。ちなみに川島船さん。 はやはり、のりこ様の身の弟ということで、記念日とか、お食事会とかではあったりするようです。パイプ、川島船さんといえば実は、秋篠宮様が客員教、樹を務めている東京農業大学で准教授として、もう教壇に立っているのです。しかも、久人さま、もう動物などにも関心を示しているという子。 で、農学部への進学も可能性が高いようです。都内でこの条件を満たすのは東京大学と東京。農業大学ぐらいで悠仁様は東京農大にも行。く可能性があるということですね。それにし。ても獣医師ということですがなんか怪しい。すね。元踊り子最初の結婚でも娘が生まれた直後からガツ。 に一度帰るかどうかで勝手に馬も連れてきてよ。話をさせられたようですが、世話の仕方とかを。金の相談をしても何も返事がなかったよす。それですぐに離婚調停が始まったようですね。ちなみに川島船さんは離婚が成立した時に僕。あ、馬を見る目はあるけども女を見る目はな。勝ったみたいだと漏らしていたみたいです。 今度の募中結婚はうまくいきますかね秋篠の。三宅も勝手に疑惑がどんどん増えていきます。ね。ニューヨークの方の小室夫妻にもまた新しい疑惑が出てきましたよね。司法試験は不合格が濃厚だからビザも5月から7月には切れるだろうということですね。秋篠の。 宮様と異例の面談をしたニューヨーク総領事もどんな。舌をしたのか気になりますが元踊りじいた山。カンニ氏もカナダに移動しましたよね。秋篠宮様から新しくニューヨーク総領事に就任した森。三木夫氏にはよろしくという言葉はかけたよ。うですね。ビザの問題についても万が一雨。リカでのビザが切れても別の国にはすでに。 そうして承諾を得ているということです。それにしても一時金の1億5000万円を断って外務省か。ら8億円ですからね。そりゃ8億円の方を選びますよ。ね。どれだけ金に汚い家族なんでしようね。秋篠宮。様も天皇皇后両陛下に大上祭の費用22億円が身の。 竹にあった儀式にすることが本来の姿としてく。停止て自分は40億円以上かけて改修工事ですから。もう8億円の使い道を誰かに暴いてもらうしかないで。すね。そういう意味では、篠原城一郎さんもこの8億円についてはかなり怒っていましたね。ロシアにバレ。 え、留学して帰国できない学生さんだけでも18人いて代容器を飛ばしてくれないし自己責任として旅。30万円も出してくれないようですね。18人で540万円はケチっても小室夫妻には8億。円を国民は望んでいないのに出すわけですかだね。ウクライナ大使館との面会を拒否した。 理日本政府はに何をしているんですかねまあ今の外務大臣は林外務大臣だから親中派。であまりアメリカには興味ないと思うけども。白質関係になると別の力が働くんですかね安倍元首相から頼まれたとかもあるのかも。出ませんね。ただ安倍元首相ともあまり仲がいいとは思え。 ないですけどね。林外務大臣は参議院から衆議員に倉替えして10増10減で広島の選挙区が、一定数が減って安倍元首相と林外務大臣、次選挙区になると言われていますよね。まあどんな力が働いているのかわからないけ。どうも、ビザが切れてもすでに別の国ですでに、打診して承諾が得ているということで入。 ヨークは断った可能性が高いですね。まあ断るというかビザはアメリカ政府を動かすこと。もできないだろうし無理という結論なのかもしれま。せん小室系的にはニューヨークは漢字で書くとニューヨークデビッタ。リナ町だったんですがとにかくニューヨークは。もう高いし早く出て行ってもらいたいですね。 小室圭が信じられないぐらい落ち込んだ表情をしていたのもベンチャー企業の社長計画が消えたからなのかもしれませんね。マコさんもどう思っているんでしょうね。これも全部国民のせいだと思っているかもしれませんね。まあただ小室圭の体型を見れば新婚生活がうまくいってないことだけは想像。 がつきますがメキシコに行って今度はプロ。素デビューでも考えているんでしょうか。マコさんも昔エレベーターの前で男の子を飛びけ。石田とか記事になっていましたがプロレスで。ビューを考えているのかもしれませんね。さすが。小顔がバレると警備の面とかでも大変だから。の覆面レスラーとかになればいいんですよね。 まあでもさすがにメキシコに行ったらニューヨーク総領。琴を務めた山のない菅西はカナダ大使だし、め。キシコよりもカナダの方が可能性は高いと思う。いますが別の国に行くにしても何のビザで。行くかでしようね。とにかく日本には絶対戻りたくないというの。は、伝わってきましたがみんな小室系の無能さ。 には気づいているわけだからどこが面倒を見。るんでしようね。ただ外務省が8億円というのはヤフーニュースにも。なったし、さすがに外務省もあまり無茶はできない。でしようね。まあ、小室佳代さんが逮捕されたらま。た一気に炎上が加速すると思うので、そろそろ。告発してみこぜ達し動き出してもらいたいで。 愛子様の青年皇族の記者会見も終わった子。戸田し刑事告発を受理して保険金殺害の疑惑。についても一気に取り調べをしてもらいたい。です。さすがに逮捕されたらまたすごく。するでしようからね。皇族の親戚が逮捕なんてなったら、久人様はもういい。どんな意味で無理でしよう。そもそも安倍元首相も。 男系も女系も後位継承は関係ないという発言をして、いるわけだから憲法2条に記載されている通りこう、藩も男女関係なくと明記してもらいたいです。情報を隠しまくる久仁さまは国民から敬愛される子、とはないでしよう。まあ久仁さまの本当の学力がば出るのも時間の問題でしようが国会の方も動き出し、 てもらいたいですね。麻生太郎さんには最後の詩をしてもらいたいです。あなたは誰が次の天皇にふさわしいと思いますか